はい、じゃあ今日も、3本目、追伸ですね。はい、じゃあお願いします。追伸のですね、家事の勉強をしておりますね、はい、日が消しない、減税して現永定なれば咎めなし、はい、何とも呼んでおります。そして読み方はですね、学者によっていろいろでございましたね。そうですね、すでにですね、日本の代表的な疫学者の本田航先生、はい、鈴木義郎先生、赤塚清先生、高田健二先生、今井宇三郎先生、学説紹介しました。そうですね、今日はですね、まとめといたしまして、朱子のですね、越境本義から朱子がですね、まあ、本家本元ですね、この価値についてどういう解釈をしているか、はい、それをですね、皆さんと一緒に読んでみたいと思いますね。朱子、はい、という人はいわば儒教中高の祖でございまして、立派なですね、哲学者でございますね。駅だけじゃありません。そうですね、様々な分野に膨大な文献を書いてらっしゃいますけれど、駅の分野でもね、この人の学説が現代の疫学者のいわば指導的な学説になってるんですよね。今申し上げた五人の先生方も趣旨をですね、重視して自分の学説を立てらっしゃいます。そして場合によっては趣旨のこの説は取らないとかね、趣旨の説に賛同するとかということでですね、趣旨を中心に学説を展開されていらっしゃいますよね。では趣旨はどう言ってるかということをですね、趣旨の越境本義からちょっと読んでみますね。日は消しなり、減税して大いに長く正しきは咎めなし、安からざる者をまさに来たる、遅れる人は今日である、と言っておりますね。ではここから解釈を読みますよ。日は神父なり、日というのは親しみ助け合うことである、うん、このことはですね、五人の先生方もたびたびおっしゃってますよね。日は神父なり、親しみ助け合うことである、と言っておられますね、うん、そして九五をもって、九五ですね、九五、九五をもって用語におり、上の中に、まあ九五用語をもって上の中におると言いましょうかね。用語ですね。はい。ね、真ん中にいると。この上という家の中におりますね。はい、したがって九五用語を持って上の中におる。しかしてその姓を得、基準の家に比べまして、これ姓ですね。基準の家も、はい、この位置は姓でしたからね。基準の家も姓でしたから。正であるということを言ってるわけですね。中で正ですから、はい、中正ですから一番いいわけですよね。いいね、上下の五音、上下の五音、1、2、3、4、5ですね。はい、上下の五音は比して親しみてこれに従う。上下の五音はですね、九五に親しんでそれに従うわけですよ、ね、上下の五音比してこれに従う。一人をもって万法なで、天下の人は天使は一人ですね。万法すべての国をいわばなでる、ブイクする、休んじる、ね、万法を休んじて、司会、司会というのはですね、潮の海でございますけど、この時はこれは天下を言うわけですよね。司会、天下のものは、この一人の人を仰ぐ、
一人の人を仰ぐ章です。仰ぐの章であると言ってるわけ。万法はこの中央の人が安定させる、平定するわけですよね。そして天下のもの、司会というのは死後の海でございますけど、この場合天下ですね。天下のものはこの一人の人を仰ぐの章だ。一人の人をですね、格好しとるわけですよね。渇望してお迎えしているわけです。故に前者、これを得たならば、つまりこの水死の権を得たならばね、すなわちまさに人のために進歩するところである。つまり人は皆ですね、ね、その人に付き従って親しみ、それから助けられるだろうとこう言ってるわけですよね。しかるに必ず再税して、再税です、持って自らを調べる。どういうことを調べるかというと、厳然長衛生この徳を調べる。つまりこれだと思ってですね、格好するようになりましてもね、それが果たして正しいことかどうかということをですね、税に聞けと言ってるんですよ。再税せよ、何度も何度も確かめよう言ってるんですね。これは私の批判するところでございますけどね、しかし趣旨という方が言っておりますからね。その再税という言葉にとらわれて、あるいは賛成してという賛成してと言った方がいいかも分かりませんけれど、本田渡辺先生も、この再税という考えを取り入れていらっしゃいますよね。再税は私はすべきじゃない、ね、諸税で全部決めなくちゃいかんということを何度も言っておりますよね。したがってこの再税というですね、指示の見解ですね、これですよね。再税して持って調べる、つまり厳然長衛生古の徳、つまり正しい徳であるかどうか、いいか悪いかということをですね、もう一度調べよう。永久的に正しい徳であるか調べるということを言ってるんでございますけどね、それはいけません。何度もやったらですね、迷ってしまいます。最初の諸税で決めなくちゃいけませんから、このところは私は趣旨に賛成できませんけれど、まあ趣旨が言っておりますからね、一応そこのところを読みます。そして再税して、そして叱るのうちに持って、まさに衆の帰するところなるべし。つまり衆の帰するというのは、この御印がね、中央に親しみ従うわけですよね。それによって初めて咎め出しということですよね。しかるのちに持って、まさに衆の帰するところなるべし。何度も何度も税に聞いて、そして間違いないということであって初めてみんなが親しみ従ってくるんだということを言っておりますね。ではその先いきますよ。その今だ非せざるは、つまりみんながですね、親しみ従っていくにもかかわらず、今だ非せざるものはまだ親しみないもの、ね、今だ非せざるものはね、どういうものかというと、安からざるものある、安からざるものある、今だ非せず安からざるものがある、そういうものはまさに皆
鍛えてこれに来す。安からなるもの。不安を感じてですね、この視点でついていっていいかどうか、ね、迷っているもの、そういうものもね、みんな鍛えてこれに来す。やはりですね、この視点についていこうと思って行くわけですよね。それにもかかわらず、もしまた遅れて思考して後に至る、みんながですね、その人に親しみ従うわけですよね。そしてまた遅れて従う者もいるわけですよ。それにもかかわらず、まだ遅れてる者がいるんですよね。遅れて、また遅れて、後に至らん、つまり一番先、後でついてくる者がいるわけですよね。この交わり、すでに固く、体を鍛えるのすでに遅きもの、これは今日どういうことかというと、みんながですね、親しんでですね、もう従ってる、また遅れてきたものもですね、もう従ってる。しかし疑って疑ってですね、やっとついてくるようなものはすでに固くというのはですね、つまり疑心暗鬼で安心、疑心でですね、再疑心でですね、心が固まってるわけですよね。柔軟性がないんですよ。柔らかい心がない。したがってすでに来たるの遅い。こういうものはですね、今日は、うん。強運、これはまあ共通していいことじゃない、そんなもんだね。疑って疑ってですね、まだグズグズしてやっとついてくるようなものは強だ、強だと言ってるんですね。もしこの人に非戦と欲すれば、もし人に非戦と欲せんば、人に非戦と欲せば、どういうことか言うとですね、この人は親しむべき人だ、親しむべき上司である、あるいは親しむべき君である、ね、親しむべき友である、そう思ったらですね、ね、一目散にその人のもとに行ってですね、親しみなさいということを言ってるんですよね。もし人に非戦と欲せば、すなわちまたこれをもって帰ってこれを見んのみ、つまりその人のもと、これをという人のもとにはですね、ね、一目散に行ってですね、親しみなさい、そうしなさい、これを見んのみのみということですね。つまり断定してるわけだ、そうしなさい、こう言ったんですね。簡単でございますけれど、獅子と越境の本義のですね、大まかなことをお話申し上げましたけどね、はい、拙い解説でございますから、どこまでですね、獅子の本義をお伝えできたかどうか分かりませんけれど、まあ、すでにですね、3人の大学者のですね、見解を申し上げておりますからね、一つそれと合わせてですね、獅子の見解を一つご承知いただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。